皆さんこんにちは。美容健康愛チャンネルの柿内愛です。今日はなんと皆さん、ダイエットのすごい先生にお越しいただきました。整体プリンスさんです。どうも、整体プリンスです。プリンスは本当にすごくて、どういうコンセプトでしたっけ？はい、たった5回の骨盤矯正ダイエットでウエストが5センチ以上細くならなければ全額返金というのをコンセプトに、天王寺で整体院を経営させていただいております。全額返金っていいんですか？はい、大丈夫です。すごい、皆さん聞きましたご興味ございましたら、皆さんちょっと私の説明欄に載せておきますので、はい、また見ていただければと思うんですけれども、本当にプリンスさんはインスタグラムとかにもすごい分かりやすいのを投稿されてて、30秒でできるようなストレッチであったりとか、 もちろんそのプリンスさんも YouTube されてるので、はい、整体プリンスで検索していただいたら出てきます、はい、よろしくお願いします。でそこで今日はダイエットに何が必要かっていうのを今日はお話ししていただければと思うんですけれども、はい、皆さんね、やっぱりね、はい、痩せたいんですけど、うん、楽して痩せたいんですよね。そうですよね。でしんどいことって続かないんです、はい、どうしてもなので、まずダイエットに家庭では何が一番必要かっていうのを今日は教えていただければと思うんですけれども。わかりました、お願いします。はい、アイチャンネル。そうですね、やっぱりダイエットって本当にいろんな方法があるんですけど、うん、一番大事なのはやっぱり食事です。確かに、うん、その食事がなかなかね、その維持とできないっていう方が多いと思うんです、はい、やっぱり食べるの、私も食べるの好きなんで、はい、食べることを制限するっていうのってなかなか続かないんですよね。そうですね。でそこでおすすめのアイテムとして、はい、教えてください、はい、じゃん、2470スープです。これね、本当に2470っていう私の YouTube、 過去の YouTube、 腸活の YouTube 見ていただいたらお分かりなんですけれども、本当に飲む野菜サラダっていう2470っていうシリーズがありまして、その2470シリーズからめちゃくちゃ美味しいスープが発売になりまして、クリームスープなんですけれども、このスープ本当にめちゃくちゃおすすめなんです。アイチャンネル。いや、もうすっごいいい匂いしてますもう早く飲みたいですねわ、めっちゃ美味しい。お、めちゃめちゃ美味しい。食物繊維からミネラル、あとこの特殊な食物繊維が満腹感、こうプルプルってしてお腹が膨れるような成分が入っているので、うん、なのでお腹もちゃんと満足感があるんですね、うん、なので一食置き換えとかにもおすすめです、うん、アイチャンネル。すぐ完食してしまうぐらい一瞬でね、本当に美味しいスープです。でこのスープの特徴は北海道産の生クリームと、あと淡路島産の玉ねぎを使ったポタージュなんですけども、なんて言うんですかね、クラムチャウダー的な、そうですね、濃厚なクリームスープっていう感じなので、すごく満腹感もあるんです。で特徴としては食物繊維とミネラルと、あとは満腹感っていうスープになるので、なので痩せたいけど暴飲暴食してしまうっていう方は食前にぜひ飲んでいただきたいスープです。アイチャンネル。体を冷やすと良くないんですもんね。そうですね、やっぱり代謝が落ちてしまうので、うん、代謝を上げるにはまず最初にお食事する前にこういう温かいものを入れていただく。そうすることによって内臓が温まって、で内臓が温まると代謝も上がる、うんうんうん、で最初にスープを飲んで体を温めると、一旦内臓が温まると、はい、次に冷たいサラダとか食べても、うんうんうん、体が冷えにくくなるっていう人間の体の構造があるので、なのでダイエットされたい方、楽して痩せたい方はぜひともこの2470スープおすすめです。おすすめです。朝の置き換えや、うんうん、間食ね、夜ちょっとお腹空いたなっていう時にも非常におすすめです、うん、確かに。でどうせ間食するんだったら、ね、おやつとかじゃなくてそうですね、食物繊維のスープ飲んでいただいた方がいいんで、はい、ちなみに皆さんこれすごいんですよ。1日2杯飲むだけで1日に必要な食物繊維の 90% 以上補うことができます。おー、すごい。なのでちょっとお通じでお悩みの方とかにもおすすめのスープです。そうですね、お肌がね荒れやすい方にも
非常にいいかなと思います。確かに。アイチャンネル。ちなみにダイエットでもう一個重要なことがあるんですよね。はい。それは睡眠ですね。確かに。睡眠がやっぱり取れてなかったらやっぱり痩せにくくなるんですか？はい、そうですね。睡眠の質が悪かったりとか、睡眠時間が短いと、食欲を増すホルモンが増えてしまうので、結果的に睡眠不足から暴飲暴食に走ってしまったりとか。怖ーい。皆さん聞きました。睡眠不足が食欲を増すんですね、皆さん。はい。怖い。でも確かに、はい、私も睡眠不足の時に限ってめっちゃ食べてるなって今ちょっとふって蘇ったんですけど、はい、なので睡眠ってめっちゃ重要なんですね。めちゃくちゃ重要です。これ逆に睡眠時間がちゃんと確保できてたり、睡眠の質がいいと食欲を抑えるホルモンが出てくれるので、お、睡眠って実はダイエットにめちゃくちゃ重要なんです。そうなんですね、はい、それは私も本当に今テンション上がりました。アイチャンネル、実はめちゃくちゃ大食いなんですよね。すっごい大食いなんですけど、でも体重キープできてる理由は本当にこのリダクトンに出会ってからなんです。これね、何かというとピトンチッドっていうものでして、ピトンチッド 100% でできてるんですけど、ピトンチッド何かというと、はい、森林浴行った時にすっきりしたりとかするのって、樹木から放ってる揮発してる成分がすごく人間の自律神経のバランスを整えたりとか、副交感神経を優位にして穏やかにしたりとか、ストレス対策にもすごく良かったりとかするんですけれども、そのピトンチッド 100% なので私はもともと不眠症だったんですが、それがあらゆるいろんなことやってたんです本当に。まあ、不眠症って結構辛いので、いろいろ勉強してよく眠れるように、例えば医療用のアロマを炊いたりとか、あと、まあ、電磁波カットしたりとか、で、あとは、まあ、夜に携帯やっぱりどうしても見ますよね、でそうするとやっぱ交感神経が高まっちゃうんで、でも携帯見ないっていうわけにいかないんで、ブルーライトカットのメガネつけたりとか、はいはいはい、本当にあらゆることをやってたんです。でマシにはなったけど完璧まではいかなくて、これを枕元に置いたら本当にぐっすり睡眠がもう取れるようになって、もう不眠の悩みがなくなったんです。めちゃくちゃいいですね、なので本当に楽して痩せたい方はぜひとも騙されたと思って枕元にポンって石鹸みたいな感じなんですけど、めっちゃいい香り。でこの時点でね、森林の香りに癒されるんですけども、これを枕元に置いて寝ていただくと、もう本当にびっくりするぐらいもうぐっすり質のいい睡眠を感じていただけるかと思うので、ね、ぜひ試していただきたいです。これは僕のお店でも常にいろんなところに置かせていただいているので、ぜひ香りに来てみてください。ぜひぜひ、はい、なのでやっぱりこう日頃ね、痩せたいけどなかなか痩せれないっていう方、ぜひ今回のその置き換えダイエットでスープを飲んでいただいたりとか、はい、あとは質のいい睡眠で楽して美しくダイエットのお役に立てればと思います。うまく使っていきましょう。でそこでですね、やっぱりダイエットの先生なので、はい、本当にダイエットいろいろ詳しいので、はい、例えば30秒のストレッチでくびれを作る動画であったりとか、はい、もういろいろされてるんですけど、はい、ちょっとここで1個だけ何か教えていただきたいです。はい、わかりました。今じゃあ何かお悩みはありますか？足痩せ、太ももがいいですか？太ももわかりました、はい、太ももだとどこが一番、この外側が気になります。外側気になります。わかりました。じゃあ一緒にやってみましょう。やったー。アイチャンネル。足を肩幅に開いていただいて、はい、このまま手を真横に置いて、はい、スーッと下に置いていきます。すると、あなたの気になる出っ張ってるところに、
手のこのくぼみにはまるように下ろしていきます。はいはい、ここに今出っ張ってるところがある状態ですね。はい、この状態でまずは右側に押していきます。はい、ここの出っ張りを無理やりこっち方向に押していくようにですね、30秒押していきます。本当にグーッとちょっと痛いなって思う手前ぐらいの強さ、はい、心地いいなっていう強さで OK なので、押してみてください。はい、力の押し方としては、ずっと入れ続けるんじゃなくて、押してあげるような感じですね。なるほど、はい、こんな感じでポンポンポン、そうですそうですそうです、ここのねシルエットを変えることができるので、嬉しいこんな簡単なんですか。はい、簡単です。嬉しい。はい、 OK です。右と左両方やっていただいて、まあ、例えば左側も今、ね、右側やったんですけど左側やってないので、先に左側の出っ張ってる感じを触っていただいて、すっきりしてるね、右側、ね、右と左の差とか、あ、すごい、はい、今のポンポンポンって、そうですそうですそうです、すごい、これだけで本当に触ってね変化が出るので、はい、え、これ夢みたいすごい嬉しい。ぜひぜひ、本当にねこれって別に立ってどこでも30秒くらいあればできるので、なんか仕事の合間でもいいですし、休憩中でもいいですし、ちょっと思い立った時に30秒間こうやって両方1分くらいはね終わるので、はい、確かにやるだけでもここの横のシルエットが変わってきて、すごい、はい、さすがダイエットの先生、ありがとうございます。こんな感じで整体プリンスさんでは、はい、いつもあの簡単にできるホームケアを教えてくださったりとか、もちろん施術はすごい先生なんですけれども、はい、あのやっぱりなかなか続かなかったりとかするかと思うんですね、はい、でその結果を必ず出せれるようなアドバイスをしてくださる先生なので、はい、気になる方は私の説明欄に載せてますので、はい、皆さんもぜひあの直接プリンスさんにメッセージしていただいても大丈夫なので、説明欄にインスタグラムとかも URL 貼り付けておきますので、皆さんご興味あればチェックください。はい、で今後もですね、これからまたこうやってコラボレーションでぜひ紹介していただきたいなって、ね、ぜひぜひ僕もいろいろまた勉強させてください。勉強させてください、はい、なので皆さんちょっとダイエットでこういうことが気になるなっていうものとかがあれば、例えばダイエットの失敗談とか、はい、うん、痩せようと思ってあのせっかく4キロ痩せたのにまた気がついた時には3キロ戻ったみたいな、結局1キロしか痩せてないやみたいなことってよくあると思うんですね、はい、そういうお悩みとか失敗談とかありましたらメッセージ欄に書いていただければと思います。はい、で今日はあの楽して痩せるアイテムと、で簡単に太ももの外側がスッキリするっていう方法を教えてくださって本当にありがとうございました。ありがとうございます。で皆さん、あの今回の動画が良かったなってちょっとでも思っていただいたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。では今日もありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけたら嬉しいです。